ありがとう。アリア、食べないのか？食欲が湧きません。食べないと体に悪いよ。いりません。お腹は空いてませんから。明日に響くぞ。大した影響が出るとは思えませんが。どうせまた座っているだけなんでしょ。いいじゃないの、座ってるだけでお給料が入ってくるんだし。これ以上恵まれた環境はないよ。睨むなよ。一つ質問してよろしいでしょうか。なんだ。なぜ暴政に徹する必要があるんですか。なんだ、そんなことか。そんなことじゃありません。重要なことです。そんな重要な話とは思えないけどな。いや、重大な問題だな。ジュシス様。キュイ、なぜ暴政になんて徹した。理由はお前が一番よく知ってるだろ。大体の見当はついている。だが確認は必要だろう。わかったよ。今日暴戦に徹したのは、後方か。基地内に集積された龍松、これを奪われたら作戦も何もあったもんじゃない。敵が兵糧庫を襲うというのか。敵にもそれくらいの知恵はあるよ。でもこれだけの軍勢で押しているんです。敵にそんな余裕があるとは思えません。だからだよ。お前たちが敵の指揮官だったらどうする。逃げるかな。籠城して友軍の到着を待ち、援軍の到着とともに前後から敵軍を攻撃します。付け加えるなら、一戦して敵の士気をくじくか。はい。いずれにしても帰宅はその後、籠城後敵の隙をついて。それじゃあ間に合わない。そうだな。なぜですか。城に閉じこもれば敵にも余剰戦力が出てくる。そうなれば兵糧庫の守りも固くなるだろう。それに籠城するってことは終日監視されるってことだし、そうなったら動きにくいだろう。はい。何も警護が厚くなるまで待つことないよ。となれば今か。そういうこと。野戦で引くと見せかけて敵を引きつけ、その間に別動隊を持って後方を襲わせる。賭けだな。籠城するよりは分があるよ。それに今の我が軍は仕掛けやすい。確かに皆決起に流行っているからな。分かった。執行部にはそういう風に説明しておこう。それはありがたいな。これで貸しが一つだ。おいおい返すよ。期待してるよ。じゃあな。隊長すっごい。何が。ユシス様と旅で話せるんだ。まあ幼馴染だし。だってユシス様と旅なんだよ。すごい、すごすぎる。何興奮してるの。隊長、私とっても幸せだよ。だってあのユシス様。うるさい。何回も同じこと言うんじゃないわよ。どうしたのアリア。隊長、これで失礼します。隊長、私なんか悪いこと言った。言ってない、言ってないよね。言ってないと思うよ。ぐずってないで食えよ。冷めるぞ。大
隊長。なんだ？いつまでここで遊んでるつもりなんですか？終わるまで。終わるまでって。いいじゃないの、こうしてるだけでお給料が入ってくるんだから。なんかやる気なさなさだね。なんでこんなのの下に配属されたの？運命だろ。もうどうでもいいや、私も寝よ。ちょっとハンナ。だってどうしようもないじゃん、アリアも寝たら。寝たらってあんたね。あ、なんだよ。基地から煙が。本当だ。まだここまでは来てないようですね。そうだな。このまま来なければ。隊長、来たよ。思ったより少ないな。上官がバカなのか、それとも。来ます。もう戻った部隊がいるのね。仕方ない、蹴散らすよ。行くぞ。行くぞ。終わりだよ。行くぞ。
終わりだよ。所詮奇策は奇策ってことか。行くぞ。逃げたよ。なんとか防げたみたいだな。隊長、追撃は。その必要はないよ。龍松さえ守れればそれでいい。敵を見逃すんですか。深追いはするな。伏兵が仕掛けてあるってことも。そんなの追ってみなきゃわからないでしょ。おい、アリア、あのバカ。隊長待ってよ。バカな子だ。怖がることはないよ。すぐに終わるから。大丈夫か、アリア。ここで俺たちを切ったところでどうなる。お前だって引き際ぐらい知ってるんだろう。大丈夫か、アリア。はい。立てるかって、無理か。申し訳ありません。いいよ、肩貸してやるよ。はい。重いな。すみません。別に重いからって謝ることは。そうじゃなくて、命令を無視したことです。そのことか。別に気にしなくてもいいよ。いえ、そのために隊長まで危険な目に遭わせてしまって。明日からはちゃんと命令に従います。防戦でも何でも。その必要はないよ。え？この戦はこれで終わり。なぜですか？これで兵糧庫の警備も厚くなるだろうし、ルシエラが俺たちにつけ入る隙もなくなった。あとは籠城するしか策は残ってないよ。向こうが籠城したことで、こっちは次の作戦に移れるさ。ま、その先は執行部が決めることだけど。どうしたんだ、ぼーっとして。いえ、なんでもありません。頭
撃ったのか。撃ってません。ならいいけど。あの隊長。ああ、いたー。遅かったな。遅かったなじゃないよ。隊長いきなり走り出すんだから。ああ。ああじゃないの。今日はご飯抜きだからね。なんで俺が。いいじゃないですか。よくない。飯を食えなきゃだな。代わりに私の分を差し上げますから。え？それより早く基地に戻らないと。ああ、そうだな。ねえねえ、アリアどうしたの？さあ。隊長、早く連れてってください。あ、はい。第七西部隊の活躍により、兵糧庫奪取の機を逃したルーシエラ軍。その後、部隊を展開させようとはせず、ボルボレード要塞内に閉じこもった。インジェラ軍もまた、飢餓の戦力差を鑑み、攻城戦を断念。ボルボレード要塞を従意したまま、動こうとはしなかった。そして、そのまま両軍は半月にわたる膠着状態に陥っていた。敵さん出てこなかったね。一度閉じこもったらそう簡単に出てくるもんじゃないよ。はあ、いつまでこんなことやってんだろう。楽でいいじゃないか。そんなことないよ。毎日毎日バカーとか出てこーいとか叫ばされてばっかじゃんか。でも楽しそうにやってたじゃない。もう飽きちゃったの？飽きたって。ヒュイ様。どうした？軍議を開くので、急ぎ司令部に出頭せよとのご命令です。軍議？急だな。都よりタルギスタン様がお見えになりましたので。では、失礼します。タルギスタンって誰？軍務総裁だよ。軍務総裁？そんなことも知らないの？私たちインジェラ軍の最高指揮官。え？デュシス様じゃないの？ちゃんと基礎教練受けてた？うん、なんで？はぁ、なんでもない。じゃあ、行ってくるよ。ヒューイ・エルザード、ただいま参りました。遅かったな。もう皆揃っているぞ。早く席に着け。は。では始めるぞ。はい。はじめに言わせてもらおう。今回私は非常に失望している。これだけの軍勢を要しながら要塞を攻略できなかったのだからな。申し訳ありません。だが、済んだことを責めても仕方あるまい。今我々がなすべきことは、現状をいかに好転させるかだ。よく。何か言ったか？いえ。よろしい。では今後の作戦を説明する。我が軍は初期目標を達成することこそできなかったが、敵要塞戦力の封じ込みには成功した。そこで、この状況を生かすために新たな作戦を展開する。攻略目標はアルビダブ地方。アルビダブですか？そうだ。ボルボレードすら抜けない今、どうやって？手は考えてある。まず全軍を3隊に分ける。セリア、シルエラ。は。2人にはチューロ軍を率いてもらう。私とグローでウロ軍、バウンド殿の第二西部隊、およびダイダロス殿の第五西部隊でサロ軍だ。そして各軍の役割だが、
作戦の概要をまとめればこうである。まず第3、第6からなる中路軍はこのままボルボレード要塞全面に展開、中流部隊の動きを封じ込める。その間に第2、第5からなるサロ軍がルーシエラ領内南部に侵入、アリハとジブラと攻略し、ルーシエラ共和国首都リュートの南西カルカラまで進出する。そして残るウロ軍はルーシエラ軍の目がサロ軍に向いた間隙を縫い、北方クリカラへと進行、周辺基地を制圧しながら交通の要衝アルビダブを攻略。その後は以上だ。何か質問はあるか。いくつか問題点があると思われますが。なんだ。第一に、自分から兵力を分散する必要はないかと思いますが。戦力を有効に活用しようとしているだけだ。それに最終的には全軍が合流することになる。第2に、この作戦を実行した場合、サロ軍が突出してしまう可能性があります。カルカラまで進出せずにジブラあたりで進軍を止めるべきです。でなければ領土を断たれる危険性も出てきます。アルビダブを攻略することで解決する問題だ。第3に、これが最大の問題点ですが、ボルボレードへの備えがもろすぎます。なんだと？セリア、やめなよ。我々ではボルボレードを支えきれないとでも言うのか？支えられるよ、今の敵戦力なら。でも、戦力を増強されたらどうする？そんなこと、あるわけがない。私もそう思います。この作戦が実行されたら、邪神軍はソロ軍の動きに惑わされ、首都の防衛網を強化すると思いますけど。そうかな。そうするに決まっているではないか。どこに首都を捨てたまで要塞を守る国家がある？セリアたちの言う通りだよ、ヒュイ。僕も敵は首都を固めると思うよ。いや。なぜそう思う？理由ですか？俺ならそうするからです。そんなことが理由になるか。説明してよろしいですか？構わん。その方が我が軍の動きを予測しやすいからです。敵がどの街道から攻めてくるのかわからない以上、すべての街道に兵を配する必要が出てきます。そうなれば括弧に撃破されるだけです。その通りだ。だからこそ邪神軍はいくつかの拠点を放棄してでも戦力の集中は図るでしょう。ただそれは首都じゃない。いくら守りを固めたところで敵を後退させられるわけじゃない。いずれは自利品です。だが他に手はないだろう。それがあるんだ。たった一箇所、そこに全軍を集結させるだけで進行部隊を全て追い返せる場所が。それが？そう、ボルボレード。要塞を包囲している部隊さえ排除すれば、危うくなるのはパルミダも同じ。そうなれば進行部隊は撤退せざるを得なくなる。あとは退路に伏兵でも仕掛けておけば殲滅は可能。でもそれですとほとんどの拠点を見捨てることに。別に構わないよ。それで後で取り戻せばいいんだから。焦土作戦か。はい、進行路を予測するのは難しい。ですが退路を予測するのは比較的容易です。こうすることで楽に、そしてより確実に勝てる。どうでしょうか？なかなか面白い意見だ。だがその心配はない。要はそれより早くアルビダブを落とせばよいのであろう。落とせればいいんですが。落とさねばなるまい。お主の言が事実であればな。軍議はこれまでだ。各員の検討に期待する。はそれとヒューイ。はい。お主たち第7西部隊の任務だが。というわけでゼベル地方の警護をすることになった。